どうもおはようございます。中野敦です。それでは動画を撮りたいと思います。今日の動画について話したいと思います。この後にロトセブンの予想をして、それから予想を得た感想について話して、そして今日はロト6だから抽選前の心境について話して、最後にロト6結果報告をしたいと思います。今日のメインはロト6の結果報告やねんけど、あともう一つ、ロト7の予想。これも重要かな。ロト7はここ本当10回、はめっちゃ難しくて、数字の並び、比較してもロト6よりもロト7の方が、今は難しい。まあ、ロト6も難しい時はあるけど、でも、ここ10回見た感じだと、ロト7の方が、数字の並びが難しいし、予想も難しくなってる。前回、ロト7が10番台4つ出てるんよな。本数字で。久しぶりに4つ出た。今回は、まあ、金曜日やけど、ロト7の場合は10番台が多く出たら次の回も多く出る傾向にある。だから、10番台また多く予想しようかなって考えてます。結構ロト7ってそういう傾向があって、10番台が多く出たら次の回10番台多く出る。20番台多く出たら次の回も20番台多く出るっていう、そういう傾向がある。まあ、たまに出ない時もあるけど、結構そういうパターンが多いかな。見てたら全体的に、ロト7は。ロト6はあんまりそういう形はないんやけど、ロト7はそういう傾向がある。だから、次も10番台多く出るん違うかなって正直、思ってます。まあ、わからんけど、でも可能性は、あるん違うかな。10番台多く出る可能性は高いと思う。まあ、確実なことは言えれへんけど、でも、ロト6よりは、多く出る傾向にあるから、やっぱり当選数字が多い分、そういう傾向になりがちなんかな。この2つかな、今日重要なのは、ロト6の結果報告と、それからロト7の予想。この2つ。ロト7は多分、1回目だから、少し短めかな。20分か、それぐらいだと思うけど、まあ、かかっても30分ぐらいかな。見ていただけたらありがたいです。それではまた後で動画を撮りたいと思います。よかったらチャンネル登録お願いします。ご視聴いただきありがとうございました。